今は泊まったホテルの前でのんびり、現在9時。結構朝方はね、そのサンティアゴでコンポステラをこっから歩く人たちの足音とかでうるさくてよく眠れんかったかな。ステージ6と一緒に歩いとったベニーももう先に行っちゃって、まあ、1人っていう感じかな。で今日の予定は、まあ、25キロか30キロぐらいまで歩きたくて、そこら辺にいくつかビバークエリアがあって、今日が多分最後のビッグアップがあるぐらいかな。1800か2000ぐらいあるかな。あと3日4日ぐらいかな。ってことで、まあ、10時ぐらいにここを出て出発しよう。霧がなくなってきたからやる気も出てきた。Stop, please. Stop, please. Thank you. Thank you. こんな感じで数日前から結構ロードが多め、なんかステージ1とかステージ4を思い出すわ。すっげえ暇やったなっていうのを、懐かしいわ。じゃあ街に来てリサプライしようと思ったけど閉店中、今2時半で3時になったら OK、まあ、休憩しながらちょっと待ちますわ。こっちがスペインで、こっちがフランス。地図で見るとその真上を歩いてる感じ。なんかフランスとスイスでもあったよな、こういうのって。稜線沿いで7時25分、終了にしたい。ちょっと風が強いけんな、ちょっとなんか不安な夜になりそうな気がする。27から30ぐらい歩いた気がする。石とか枝とか駆使して寝床を作ろうかな。106日目。昨日の夜はあれからすぐ止んで、結局、健やかにゆっくり寝れました。今日は32キロぐらい歩きたいなと思っとって、まあ、残り70キロぐらいやけ、まあ、ちょこちょこ進んでっていう感じで。ここら辺が標高線で、そこから標高線ももう行くことないかな。まだちょっと実感はないかな、終わるっていう感じの。じゃあ今日も行ってきます。あるピークに来て、こっちの森の方を、眺めとったんやけど、逆の方ね、進む方を見たらね、多分ね、もう海が見えるわ。ふぅ、行くぜ海まで。
縄っていうマスクエリアではかなり歴史的な町に到着。6時前やけど結構観光客多いな、平日なのに。8時15分、こんなに歩く予定はなかったけど、天場がなくてこんなに歩いてしまった。で、今おるところも天場じゃなくて、もうスペースを無理くり探すっていう感じで、もうやめます。今日はそんなわけで37キロぐらい歩いて、意外とアップダウンもあったな。明日はもうちょっとゆっくりだな。疲れた。107日目。今日は33キロ行ったところでもうゴールが、まあ、そこには行けるんやけど、そこに行った時にもう夜になっとって寝る場所がないけ、今日はそんなに急がずに、もうそっから 4,5 キロ手前のビバークエリアがその辺にあると思うけ、そこで今日はおしまいにしようと思ってます。海もちょこちょこ見えてきて、なんか最後っていう感じがしてきた。まあ、いろんなことを振り返りながら最後まで気をつけて歩きたいと思います。最後の山、もうこっから先は山がない、下るだけ、海にあとは向かうだけ。終わった。ほとんど登りが、あとはちょっと下って、今日はゆっくりテントで休もう。いっぱい登ったな。6時50分終了。29キロぐらい歩いて、残すところがあと4キロとちょっと。めちゃめちゃいいところに、テントスペースがあった。サンセットも見えて、多分サンライズも見えて、後ろには海も見える。今日の夜と明日の朝が楽しみや。最後のテント泊をしてゆっくり過ごします。じゃあ、おやすみ。108日目、ヘキサトレック最終日。あとはもう4キロ先の町に下って海を見るだけ。1時間半で終わるかな。早速下ろうかな。ちょっと今霧かかっとるけど、下に行く頃には晴れとってほしいな。ほんなら4キロ
最後できます。このヘキサトレックをね、簡単に総括すると、まあ、3000キロあって、その中で14箇所の国立公園を通るルートになっとって、47個の GR。GR っていうのは、まあ、このフランスとその隣国にまたがる自然歩道みたいな感じなんやけど、結構壮大なロングトレイルになっとって、まあ、楽しいところもあり、辛いところもあるっていう感じかな。アルプスと、あとは、ピレネーか。その2つが結構ね、まあ、大きな山脈として、ルートの中にあって結構楽しかったかな。あとは、まあ、文化的なとこもあったりとか、峡谷とか、古い遺跡とか城とかある場所が多くて、結構多彩な、ロングトレイルっていう、そんな感じかな。徐々に海も見えてきた。大西洋海に到着。これで終わり。よっしゃ、108日目3000キロ歩いてここまで来た。広いね海は。遠かった。なんか言葉が出んな。めちゃめちゃいい景色やな。最初はね、なんかもう結構しんどくてやめようかなって何回も思ったことあるけどね。ステージ1とかステージ4とか、そんでもまあ結構面白いこともあったりね、人との出会いもあったり、挨拶とか、そんだけでも結構自分は救われて、ほんでアルプスとピレネではかなりアップダウンもあったけど、日本で見ないいい景色に、美しさにとらわれて魅了されて、ほんで今このアンダイエっていう、最後のゴール地点に来てます。アンダイエっていう言葉は多分死ぬまで忘れないと思う。はあ、よくやった。ほんならお祝いのシャンパンパーティーといきますか。